で、マジでさ、ちょっとさ、水飲むためにさ、コースターまでついてくる。コップが汗かいてる。ねえ、最初さ、思うの。この、コップとかさ、冷たい飲み物をさ、外に出すとさ、水滴がつくじゃん。これを、かき集めてったら無限に水が湧くんじゃないかって思うの。どう？誰か試したことある人いないの？冷蔵庫に冷やして、出して、水を溜めて、もう一回冷やして出したら、これ無限に、無限水ができると思うんだけど、どう思う？天才、来たー天才。いや、そうだよね、天才だよね、さすがに。これで一生水飲めるってことでしょ？一生水飲めちゃうんでしょ？うわ、天才。ちょっと、ちょ水に困ったらこれやろう。水に困ったら、水がないよーってなったら、これやって生きていこうかな。天才でしょ。砂漠の民救、あ、確かに、ちょ、砂漠から配信見てる人さ、冷蔵庫、ないの。冷蔵庫、ある方はですね、砂漠に住んでる方で、冷蔵庫ある方は、冷蔵庫に水まず、一本だけペットボトル、マジ頑張ってペットボトルの水買って、冷蔵庫に入れるじゃん。で、砂漠の暑いところに置いといたら無限に水が湧くっていう神のシステムをしゅんさんが教えるので、ぜひ砂漠の方はやってください。これで無限に水飲めます。ちなみにもうラスベガスで実装されてるよ。え、なにこれ、実装されてるの？え、実装って何？実装って。みんなやってるってこと？これマジみんなやってんだ。そうなんだ、実装されてるらしい。すげえ、頭いいじゃん、それ。これやってる人、相当頭いい人しかこんな発想思い浮かばないからね。で、相当頭いいよね、だから。イエーイ。はい、はい、ポンポン。せーの、ゴーゴーレッツゴー。